こういう番組、せっかく石井君の番組やねんからさ、はい、思いの丈をぶつけ言ってよ、はい、またズバズバ言っちゃってる。俺らの言ってるインコースと、うん、プロのインコースってやっぱ違うわけ。やっぱね、あの分かってても行かないといけないです。だからインコースは大谷打ってるよなっていう人いますけど、はいはい、そう僕も思います。インコース打ってるじゃないかっていう意見はあります。正直いますけど、やっぱりアウトコースを生かすにはインコースに投げないといけないです、うんうん、でそこで打たれてもしょうがないです。でも有効なインコースにいくどんだけ投げれるかなん で、うん、でそのインコースを気にさせればアウトコースが今度生きてくるんで。なるほど。そこまで気にさせてるインコースを投げてないってこと。そこまで投げないですね。もっと厳しいところってこと。だいやぶつけるとかじゃないんですけど、あのね、差し込まれるそういうちょっとカット気味のボールで、はいはいはい、インコースはインコースでもちょっとね違うインコースなんですよ。そのインコースでもちょっとカットクッとカットしてくるボールに対しては、あのね、反応が悪いんですよ大谷は。あ、そうなん。普通のインコースはボンと打つんですけど、ちょっとカットしてくるとやっぱりこう詰まる傾向があるので、そういうところを詰まらせることってバッターで詰まるのが嫌ですから、詰まるのが嫌なんで、うん、なん椅子が急に下がっちゃったのよ、雑魚が喋ってた急に時間がなんか、いや2人もの大きいけどすげえやっぱいい話してるから大きく見えたんかなすげえかっこいいと思ったら違う、椅子がただ中央でやっぱりそういう変わった変化をするもの、うん、あ、そういうインコース、はい、ー左ピッチャーだったらシュート気味の、はい、インコースとかこう入ってくる、うん、それでソフトバンクのピッチャーはそれはもちろん分かった上で投げてくるわけでしょ。はい、ちょっとそこをちゃんと投げ切れたらひょっとしたらソフトバンクがいっちゃうかもって、はい、そこを投げ切れそうなソフトバンクの、でもね、今年の大谷選手はそのインコースをしっかりとファールだったり、あのヒットにできて、ここはやっつけられるよやって多分思ったと思うんですよ、うん、だからこその余裕ができた、後ろにポイントを持っててレフトにボンと打つホームランです。すごいこう引きつけてる感っていうのは、素人から見てても分かるもん、なんかね、この辺で打ってる感じがね、回転でくるっとね。だから石井分かってね、インコースは打ってんだよって、ね、それは知ってるって、うん、相当根に持ってますね